器アーマー不足だ。もう薬ない。あ、ごめん、まあ、いっぱいあった。スタッシュの横にあった。ふざけろよ。え、怖っ。そんな見間違えただけって言ってんじゃん。そんな言わなくてもいいじゃん。そんなに、ごめん、うん、と男の人ってすぐ怒る、ほんと。いつも、いつもそう。ガチ切れされてて面白かった。はい、ほんと男の人っていつも怒り、すぐ怒りますよね。いやいや、それは人によるんじゃないですか。ちょっと主語がでかすぎですかね。そうですね。いや、おもろかったな。確かにニルさんは優しいんで、これから男の人で一括りにするのやめます。いやー、もうみんな優しいっすよ。大丈夫ですよ。うん、あ、ないのかわいいや。ちょっと僕、アジトに飲み物がなかったんで、それまとめ買いしてきます。ありがとうございます。当たり前だろ、当たり前だろ。なんかさっきから嫌な感じ。チームだよね。チームに対してよくそんな言葉使えんな。もっと優しくして。ありがとう、あかり。そうだよね。ああ、ごめん。スターさんの飲み物を買いに行ってんだよ、僕は。助かるよ。そういうとこがいいんだよ、ありがとう。気をつけてね。はい、すいません。ニューさん、飲み物足りてます？うん、足りてますよ。はい。でもいいっすね、あんな感じで言えるの。スターさんですか？はい。強く言わないとね。僕も身内がいたらあんな強く言えるんですけどね、はい、まるで身内じゃないみたいな。違う。まるでこんだけ一緒に。いや違う。いろいろしてるのに。違うっすよ、そうじゃないっすよ、そういう意味じゃないっすよ。はい。あの、やっぱりね、男じゃない、女の子は言えないんでね、やっぱり。ミルさんって女の子は言えないっすよ。レディーファーストの精神が強いですよね。あ、レディーファーストですね、人生。はい、人生が。人生、レディーファーストね。かっこいい。あ、そう、スマートな男ですね、ミルさんは。スマート目指してます。はい。はい、スマートだ。ちなみに、ニルさんはこう見えてノンデリです？え、僕、まだ、ニルさんのことノンデリだって思ったことないよ。レディーファーストな、スマートの男性ってイメージだよ。あんまり僕、レディーファーストの扱いされないから。ニルさんのレディーファーストが、すっごい染みるよ。僕、レディーとして扱われてるよ、ニルさんに。レディーとして扱われてます。でも、ニルさんさ、僕にだけ敬語なんだよな。ラク様とかには敬語じゃなかったんだよな。あかりんでいいよって言ってみようかな。ちょっとね、仲良くなりたいよね。男はそう言われても言いづらいよ。やっぱスマートな男性だから、ニルさんは。あかりんがもっと冗談言わないと。なんかね、こう身内になれる。さっきさ、強く言えるの。あ、ニルさん。はい。アカリンでいいよ。え？アカリンでいいよ。アカリンでいいんすか？はい。あ、じゃあ敬語やめましょうか。はい。敬語やめましょう。やめましょう。僕のこともニルとでも、なんとでも呼んでください。ニルでいいの？でもニルでいいっすよ、もう。ニル。アカリン。はい。あかりん、あかりんなんすか、なんかもう本当の名前は。はい。あ、そうなんすね。はい。よし。距離縮、なんか距離離れた感じするけど大丈夫？え、全然距離離れた感じするんだけど。ちょっとみんな中途半端なアドバイスじゃなくてさ、もっと、ちゃんと、この先、ここまでのアドバイスちょうだいよ。その、アカリンでいいよの、その後までのアドバイスくれないと。ここまでのアドバイスちょうだいよ。天気の話は一番ダメでしょ。本当に話すことない時にするやつだから。僕逆に、天気の話されたら傷つくよ。二人でいる時に。僕はね、天気じゃなくて天気ね。天気、お天気。X で見たけど敬
語を使う理由は慕ってるからもしくは距離を置きたいから二択その二択その二択だったらさどちらかといったら消去法で消去法やんもうそれ消去法で後者になるよ。まあまあまあ初めましてだからね僕ニルさんと今回おはニルさんとちゃんとお話しするの初めてなんだよな。ストサバで挨拶とか通りすがりお話ししたことあったかもしれないけどちゃんとお話しするの初めてな。そうそうギャングねあの上限があるっぽいんだよね。今アジトにいるよ。でヘビってなくても大丈夫なの？時間制限もちょっとあの受注あるから。うん。オッケー僕準備できた。バイ。ちょっとヘリバグって終わってないから、はい、車で行こう。はい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 。わわわわ。やばい。わわわわわわ。やばすぎるよ。ない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 。ちょっとニルさん。待て待て待て。やばい特急事物だ。いや特急事物になってる。やばすぎ。誰かゴクモク取ってきて。出てない。待て待て待て。うわ。出た。えこれ僕が特急事物なの？え？かもしんない。僕が出たら終わったけど特急事物あかりんこれえちょっともう一回乗ってみていい？オッケー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 。うわーやばいやばい死んだ死んだ。うわぁうわぁ助けて助けて。うわぁどんどん空高くいっちゃってるよ。どんどん高くなってる。どっかホテル一応腰に出す場所がわかんないんだよね。えこれもうどんどん空高くいってる。妥協自体わかんなくなっちゃったんだ。埋まってるっぽいね。いや埋まってない。空にいます。空にいます僕。いやでもそうちょっとどこあーもうやばい宇宙行く。本当に赤輪星行く。あのピンクの星は赤輪星の輝きだあれ。手伝ってもらう？